はい、こんにちは。ローラの今回新製品で、V ツアーシリーズの TD15KVS です。でこれは下のクラス の4機種あるうちの一番高い価格的にクラスの高いやつなんですけれども、これ V ハイハットを採用している VH11 を採用しています。でメッシュパッドで、スネアもメッシュパッドになってますけれども、まあ、一番新しいこの音源が TD15 というふうになっています。で、まあ、特色としましてはナムショーで紹介発表しました上のクラスの TD30 というのがあるんですけども、それと同じスーパーナチュラルサウンドエンジンというのを採用してまして、まあ、表現力だとかドラムの楽器自体の振る舞いだとか、そういう部分について非常にクオリティの高い中価格帯とは思えない V ダンスのクオリティを搭載しています。で音源なんですけれども、ここの音源の方にクローズアップしていただくと、これキット100キットありますけども、最初の50キットこういうふうにいろんなジャンルの音楽をカバーできるようないろんな多様なキットが入っています。でそれ以外このキットの種類以外にですね、例えば TD15 の場合はクイックエディットという機能がありまして、例えばそのさっき言ったチューニングですね、チューニングだったらもうすぐチューニングが変えられます。で次に、もう一回いくと、今度はマフリングっていって、まあ、音をミュートしたりするときですけど、これまあ通常の状態ですけど、マフリングをかけるとミュートした状態になって、逆にミュートを消すとこういうふうになります。でもう一個はスネアのストレーナーっていって、まあ、響き線ですけれども、通常響き線がこうバーンとこう響いたりするようなものをその程度を抑える形になったり、逆に鳴りっぱなしになったりとか、音源の機能で、じゃあ音源の機能をもっと深くいきますと、TD15 とそれから V コンパクトシリーズの TD11 もそうですけれども、こういう高知機能っていうのがあります。でローランドの売りの一つですけれども、これは自宅で練習したり、あるいはプロの人でもトレーニングしたりするときに、こういうタイムチェック、クワイエットカウント、ね、ウォームアップスというのがあります。で試しにじゃあタイムチェックでどんな感じかっていうのはもうご存知の方もいると思いますけれども、こういうふうにメトロノームが流れてきまして、で実際にこれ今キックとスネアでやってますけどね、真ん中に印が矢印が来ればいいようになってます。8小節終わると得点が出たりします。88、まあまあじゃないですかねこういう風な形になったりとか、まあそれ以外にもコーチっていうのはフィルインを練習したりする時のように、こういうクワイエットカウントとかで2小節3小節で4小節目はメトロノームがなくなるということなので、フィリンとかの練習に最適ですね。ちょっとやってみますね。メトロノームがなくなる、こういうで、それぞれでその正確さを表してくれたりします。あと、まあ、ソング機能ですけれども、こういうふうにソングっていうボタンを押すだけで実際にプロの方が制作したこのソングが中に入ってますので、付属のオーディオ CD にも60曲のソングが入ってますけれども、こういう形で演奏と楽しみながら実際に自分の演奏を加えることができます。ちょっとこうで、ここにドラムとありますけども、今ドラムの音が鳴ってますけれども、マイナス1の演奏で自分の演奏を入れるときには、ここドラムを置くと